はい、まずは浪川大輔さんよりお願いいたします。はい、この度ですね、森蘭丸役をやらせていただくことになりました、浪川大輔です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では続いて小林裕介さん、お願いいたします。はい、この度ババンババンバンバンパイアにて辰野リヒト役、務めさせていただきます、小林裕介と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお二人ご着席ください。はい、失礼します。さあ、こちらの作品についてもお話を伺っていきたいと思うんですけれども、さあ、モニターにストーリーが出ますかね。ちょっと今で、本当にバンパイアがね、はい、はい、さあ、こちらのストーリーにもあるように、こう改めてこちらすごくインパクトのある設定だなと思ったんですけれども、はい、お二人を聞いた時いかがでしたか。いや、もう完璧なね、設定でそうですね、まさかヴァンパイアという種族をここまで、はい、ここまでやってしまうのかというのを思いました。そうです、もうものすごい、本当に命をかけたアニメになってますので、はい、血をすすりますからね。血をすすります。ね、BL 作品なんですよ。あ、ブラッディラブコメ。そうです、ブラッディラブ、そうです、新ジャンル、新ジャンルです、ブラッディラブって。いや、本当に画期的な設定だと思いますよ、これは。訳したら、ね、BL になりますからね。そうですね、はい。さあ、お二人にキャラクターについても伺っていきたいんですけれども、それぞれどんなキャラクターなんですか。はい、僕がやらせてもらってるのはこの森蘭丸という役なんですけど、450年生きているヴァンパイアで、はい、森人くんのことを守るという、うん、本当に一途に、まあ、理由はいろいろあるんですけども、はい、誰にも渡さないこの強さ、はい、今日はブルーロックのファンの人たちを奪いに参りました。やばいやばい、負けてらんないですよ。英語浮き出し、第1弾と第2弾で、ちょっとバチバチやっていかないとね。ファンにならない人は血吸われますから気をつけて。あら、大変だ。すぐ吸いますから。配信見てる方ドキドキされてるんじゃないでしょうか。小林さんはどのキャラクターなんでしょうか。はい、僕が演じるリヒトというのは、恋の湯という銭湯の4代目なんですけれども、うん、まあ、ひょんなことから蘭丸を助けたことによって、うん、まあ、同じね、屋根の下を過ごすことになるんですけど、はい、とにかくピュアな心の持ち主で、うん、本当いろんな相談事を蘭丸にしてるのもあって、まあ、頼りもなるし、すごい僕のことを好いてくれてるっていう、すごくピュアな関係です。あら、はい、ピュアな関係です。ピュアな関係ですか。はい、すごい笑ってらっしゃいますね鈴木アナも今、あらと、そうなんですよ、ね、本当のところはどうなのかな、ちょっとドキドキするところもあるんですけれども、はい、さあ、そして本日、ティザービジュアル、ティザー PV が初公開となりました、はい、お二人、ご覧になっていかがでしたか。もう僕はここで初めて PV 見させていただいたんですけれども、うん、本当にこれから壮絶な冒険が始まるかのような、そうですね、はい、まあ、多分10年ぐらいは続くんじゃないかと思います。はい、長寿作品ですね。はい、そうです。おかしいのは18歳の血を吸うのに10年経ったらもう僕だいぶな年齢になってます。まあ、でいいんです、大丈夫です。問題ないです。ちょっと気になりますけれども大変失礼いたします。でも PV もすごい綺麗ですし、動きもありますし、まあ、これから本当に楽しみだなっていう、いろんなシーンを見てみたいなっていうふうに思いました。ね、うん、ちょっと一つ気になったんですけれども、一つだけですか。もっと聞いてもらって気になります。いろ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 ですが、はい、その中の一つとして、はい、ちょっとどこら辺がですか。お二人が登場された時から肩にかけてらっしゃる、確かにこれタオルですか。タオル、あれ、これは浪川さんの私物です。あれ私物ですか。でも間違えるから、なんか恋って書いてます。恋の湯と書いてあるんですけど、まあ、だからちょっと見てください、これ、もしかして、はいはい、これ原作の先生がこれのためだけに書いてくれたっていう、はい、もうすごい本当に恋の湯っていうのが、まあ、その一緒に住むとこなんですけども、はい、で、ロゴもこれ原作にはないんですけど、アニメにはあった方がいいんじゃないかということで、先生に書いてもらって、これが蘭丸ですね。湯の隣に。そうです、そうです。で、こちらの方には放送日時がしっかり書いてあるので、宣伝も忘れない。なるほど、素晴らしい。恋の湯タオルということですね。この日のために作ってまいりました。ありがとうございます、突っ込んでいただいて。作品の内容じゃなくて、ここだけですか、気になって。いっぱい気になったら、どうしても言えないことがあると思いますので、見た目からそうですね、皆さん欲しいと思うんですが、こちらですね、本日お越しいただいた記者の皆様にも実はプレゼントをさせていただいておりますので、皆さん持ち帰っていただいて、実際にね、はい、そうですね、実際に持ち帰っていただいて、はい、背中を流して、厚め厚めに宣伝をお願いいたします。背中を流すじゃなく宣伝を一つお願いします。で、二人もアフレコ中ちょっと血を吸うということで、うん、少年の生き血を吸いたくなるなんてことはありそうですかね。え、
ちょっとアホなんですか。やっぱアニメですか。バンパン屋ですよ。えブルーロックあるの。アフレコ中に少年の息地を吸いたくなることあるんですか。ブルーロックのキャラクターもね、結構濃いから、そういうキャラクターいるのかもしれなさそうだね。あれはないですよね。設定上はある。設定上はありますけどね。バンパン屋が憑依するなんてこともあるのかなと思いまして。いや、ないっすね。よかったです。ないっす。突拍子もないこと。とんでもない。すいません。